メロナッパ。ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。先生、私が大統領になったらホワイトハウスを軽井沢に引っ越します。なんでそんなことすんの。先生、私が大統領になったら右のメガネのやついらんなってコメントしてるやつの家にお土産を持って遊びに行きます。たたたいた不敵センセーショナルクローズアップ、とっとっと都会やるぜ、徹底的にリサーチだ。大嫌いしょうがない、クズは病気でバイバイバイ。何にもないけどさばきたいでしょ。ワンツースリー。大統領になったらね、まずは君を捕まえるね。濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね。誰ですかあの女。ダメですか、そうですか。ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげろ。シルブプレプレプレジデンだ。なんで。先生、私が大統領になったらスイカが棚に出てあるから。なんで言ったの、オモリか。ミミミミちゃん、まるでドンファン気取りスキャンダラス。まままま、た価格解消なしのスクープで。愛こない理由じゃない、悪くないのね、はいはいはい。平八の動きだよ。何にもないとかありえないでしょ。ワンツースリー。大統領になってもね、多分君は変わらないね。しらっととぼけてのらりくらりかわすのね。デートですか、こんばんは。本気ですか、そうですか。情熱とは不注意、微熱も消してしまった。メロガッパです。森です。佐久間です。ということで、メロガッパはいろいろな角度から音楽を楽しむ YouTube チャンネルです。最近なんかね、いい感じの Twitter を作りたくないかなって思ってるんですけど、やっぱあれだと思うのよね、コミュニケーションだよね。人と触れ合うことを恐れちゃダメだよ、我々は。恐れてないよ。人間の素晴らしさを知る営みだから、これってさ、人の心を取り戻すためにやってるから。いや、なくしてねえよ。なんかさ、例えばみんな森君にあだ名つけてくんないとかさ、そういうのそしたらみんなつけてくれるよね、 Twitter で募集したらさ。いいね、やっぱでもこうやって LINE かけると多分みんな答えてくれるのよ。いいですよ、あの花瓶使い来てますね。花瓶、花瓶使ってるから、この男マグカップだっつね。あ、いいんですか。あ、林くんいただいてますね、これね。足りない足りない、1個足りてない。なんで参加しとんなの。なんですか、なんで参加しとんなんですか。お醤油かけようってなる。かけますよね。かけますけど。あ、いいですね、山本って言ってます。誰やね。皆さんこんにちは、メロカップです。山本です。佐久間です。違和感がすごい。すげえ楽しいじゃんこれ。いいね、こういうね、いろんなコミュニケーション取れると思うのよ。こういう感じでコミュニケーション取ったらいいんじゃないって思うことがあれば、ぜひね、コメント欄に書いてみてください。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。